お疲れ様です。焼き鳥です。パスオブタイタンズ新シリーズまた、やっていこうかなと思うんですけど、今回はですね、いつもコメントくれる視聴者さんからの熱心なご要望にお答えしてですね、メガラニアプレイしていこうと思うんですよね。焼き鳥自身もメガラニアちょっと気になってたんで、ちょうどいいなと思って、今回のですね、肉食恐竜シリーズメガラニアでいこうと思います。で、今見てるのはこう生態の姿ですね。ここまで行くと結構怖い感じですけど、赤ちゃんの時のメガラニアといえばパスオブタイタンズでも1、2を争う可愛さなので、今回ですね、可愛さだけでこう乗り切っていけるかっていうところにですね、チャレンジしていこうかなと思います。じゃあ早速キャラメイクして、プレイしていきますか。名前はネギマちゃんにしよう。で、可愛さ重視でいくんで、今回はメスにします。で、特性ですね、3種類あるんですけど、歩くスピードプラス 5%、 泳ぐスピード 10%、 毒ダメージプラス 5% ですね。どれがいいかな。泳ぐスピード 10% もいいけど、走るスピード 5% 増し、これもいいな。ただ毒ダメージが 5% 増し、まあ、やっぱメガラニアといえば毒攻撃ですからね。これでいきますか。あとは模様、体の模様ちょっと作ってみようかな。おお、なんか別の恐竜が来た。あ、こんなことあるんだ。キャラメイク画面で別の恐竜が今通ってきましたよね。初めてかも。OK、 じゃあこれでいきましょうか。それではメガラニア編スタート。というわけで、チュートリアル終わって、誕生した瞬間ですね。こんな感じで体の模様結構綺麗じゃないですか。さすがメスなんで可愛らしいですね。立ち上がってみるか。あら、かわいい。あら、かわいいですね。はい。ジャンプもできる。このジャンプしてるだけがかわいいんですよね。じゃあ、どんどん成長していきますか。まずはキノコ、ベニテングタケを20個集める。あと、ホームケーブ行って、ウェイストーン行って、獲物買って、あと、移動クエストですね。じゃあ、キノコ探すか。メガラニアのいいとこはこう身長が低いんで、こう草むらとかにもすぐ隠れられるので、生存性も高いんじゃないですかね。あ、ベニテングタケあるな。そして見てください、このスピードめちゃめちゃ速い。しかもスタミナあんまり減らないと。いうわけで逃げるのも結構簡単に逃げられるんじゃないですかね。いや、メガラニア初プレイなんで、どんな感じになるのか楽しみですね。結構焼き鳥が他の恐竜をプレイしてる時にメガラニアとかに襲われるとあっという間にやられちゃうんで、上手い人がプレイすれば結構強い恐竜でもあると思うんですよね。まあ、では今回はこの可愛さだけでこの殺伐としたパスオブタイタンズの世界を乗り切っていきたいなと思ってますね。で、メガラニアは何といっても泳ぎが得意なんで、前回ステゴサウルス編の時に、泳がないといけなかったような土地ですね、そういうとこにも行ってみたいなと思ってますね。どうなんだろう、パスオブタイタンズの恐竜の中で一番足が速いのかな。そんなことないかな。何が一番足速いんですかね。そういうなんか競争とかもしてみたいですよね。コミュニティサーバーとかでこうフレンドと一緒にプレイできたら、そういうかけっことかもできるかもしれないですね。で、ベニテングだけどこかな。身長が低くて敵に見つかりにくいのはいいんですけど、逆にこう物探すとき身長低いから探しづらいですよね。めちゃめちゃ速いっすね。視点が低いから余計速く感じるのかな。おー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 、でも意外とダメージ受けない。すごいな、あんなに大ジャンプしても大丈夫なんだ。いやー、メガラニアすごいかも。
ということでサバンナ草原ですね、やってきました。タイガーナッツを集めるクエストかやっていきましょう。移動速度速いんでガンガンこう移動して縦横無尽にポープレイしていった方がいいと思いますね。あ、でもお腹すくのは結構早いかもしれないですね。もうお腹半分まで減ってきちゃった。早いとこう腐ったお肉とか骨とかも食べられるやつ解放していきたいな。とりあえずこれでクエストこなしつつお食事しますか。足早いんで狩りも得意だと思うんですよね。あー、なんか似たようなお友達で申し訳ないな。食べちゃおう。あー、お腹すくの早いけど、でも今のお食事1個でだいぶお腹満たされるから割とこう効率はいいのかもしれないですね。多肉植物を次は集めていくと。いやー、サバンナ草原はボンボコボンボコクエスト出るし、限られた範囲にこう集めなきゃいけないものが集中してるんでクエストもやりやすいし、いい場所ですよね。絶対なんかの恐竜がクエストやってた音なんですけどね。姿が見えない。あー、そこにいるな。肉食恐竜か。相手もソロプレイヤーっぽいですね。おお、意外と早い。やべ、手出したの失敗だったかもしれない。相手なんでこんなに体力持つんだろう。いや、当たんないな攻撃が。やっぶねー。スタミナも全然減らないと思ってたけど、相手も全然追いつけてましたね。足も速いと思ってたけど、言うほど速くなかったな。いやいやいや、危ね危ね。余計なことしない方がいいですね。すごい、サメの死骸なんてあるんだ。初めて見たかも。これも食べられるんだ。しかも意外とダメージ食らわない。あ、これいいっすね。こう飛べる、めっちゃ飛べるのいいな。
いやこっから降りたらさすがに死んじゃいますかね。ちょっとどんぐらいの高さから降りられるのか試してみたいんで、いや死んじゃうかもしんないけど、ダイブ、うーい、行って、あぶねー、ギリギリっていうか結構大丈夫ですね。3分の2ぐらいダメージ食らったけど、これぐらいの高さもいけちゃうんだ。最悪なんかもうでかい肉食とかに追われてて、ニッチもサッチもいかなそうな時は、こういう高いとこから飛び降りて逃げるっていうのありですね。多分あれティラノとかだったら確実に死んでますよね。前回のステゴサウルス編では、ゴンドワ中央を旅していったんですけど、今度は逆になんかどっか一箇所ねじろみたいのを作ってそこで暮らすのもいいですよね。どこにしよっかな。ちょっと次回ログインまでに考えとこう。水辺があって、ホームケーブもあってクエストもいっぱいあって、まあ、多少他の恐竜さんとかがいるような繁華街でもまあありっちゃありですよね。あー、肉食恐竜ですね。背が低いから茂みに隠れてると見えないな。あー、戦ってますね。いっぱいいるな。よし、焼き鳥も合流しちゃおう。その戦いに恋しなくなっちゃいましたね。いや、どっか行っちゃったか。お花摘んどこ。今でかい肉食さんが通りましたね。ちょっと怖いもの見たさで行ってみますか。あ、ティラノだな。だから相手にしてないみたいですね。おっきいっすね。この恐竜さんは C でかがめないのか、挨拶ができないですね。こうジャンプで表現するしかないのかな。そしたらティラノだったらなんか全然足、はい、こっちの方が速いからちょっといたずらしたくなっちゃう気持ちもありつつ、万が一噛まれたら一発でやられますよね。もうちょっとちっちゃいティラノだったら自信あるんですけど、あれ結構でかかったもんな今の。ちょっといたずらしない方がいいか。素直にタイガーナッツ集めよう。まあ向こうも見逃してくれましたしね。あ、タイガーナッツあったけど、なんとなくティラノに追われてる気がするんで、一旦距離を取りますか。なら違う恐竜が、ティラノさん助けて。あぶねー。いや、ティラノとチームなのかな。いやー、ティラノさんがこっちちらっと見ましたね。
ティラノさんとツーショットですね。正体かな、このサイズは。こう復活しないか。もう一回狩りがしたいんだけどな。もう一箇所どっか別のとこ行くか。さっきのティラノさんまだいるかな。いたらこのお肉届けてあげますか。きっとお腹空かせてると思うんですよね、ティラノさんも。さすがにいないかも。寂しいな。